はい、本日はですね、こちらヌプシのベストをご紹介していきたいなというふうに思います。とうとうね、この大人気ダウンジャケットを紹介していて、今回ベストバージョンをねご紹介するということなんですが、ちょっとここの下のねタイトルのとこ見てください。1996レトロヌプシジャケット。あれ、ヌプシって確かヌプシジャケットっていう正式名称だったけど、1996ってこれ何ですのと、よく分かりませんわっていう方もいらっしゃればです、はいはい、あれですよねなんて言って分かってる方もいらっしゃると思うんですけども、これね、先に言います。何かというと海外モデルです。いよいよ僕とうとう海外モデルまで手出しちゃいました。日本のねノーセンスのアイテムばっかり買ってたんやけども、ちょっと海外のねヌプシもちょっと比較してほしいというお声を結構いただいてたんですよ。ほんならじゃあ比較させていただこうじゃないかということでポチらしてもらったんですが、海外の場合はねこの1996というのがつきます。ちなみに僕の誕生日は1989になっているので、また覚えていただければなと思うんですけども、まあ、1996というとですね、今から25年前のなんで、25歳の方はちょうど同い年ですねなんて言って覚えておいてもらったらいいですし、そんなもうちょっと忘れちゃいますわいうことは忘れたらいいんですけども、これアメリカは1996でしょ、韓国とかヨーロッパになったら次1992とかになんか変わってくるらしいんです。2か4かちょっと忘れたけども、まあね、こんだけ僕も喋ってても忘れるぐらいかな。ちょっとそれぞれあるんですけど、まあ何しかアメリカバージョン US 規格のヌプシやと思ってもらっていいと思うんですけど、これね今回こちらご紹介していこうと思います。ちょっとカラーもね、これちょっと珍しいカラーですねなんていうことになってると思うので、それをね僕日本規格のヌプシはあったりするんですよ、こちらにね。でまあこれに関してはジャケットで袖がついてるから、ちょっとまあベストバージョンとは若干ちゃうんやけども、まあサイズ感とかもねやっぱ若干ちゃうんですよね。だからそんなところをね話していきたいなと思いますので、まずはですね、こちらの海外ヌプシである特徴っていうところですね、まずは、特徴としてお話しさせてもらって、その次にまあサイズ感のやっぱり海外としてのこうちょっとゆったりしたサイズですよねとか、実際僕着用してますねなんていうところを言って、その次にはデメリットをお話ししていこうかなと思います。でその次におすすめの人サイズ感ということで、まあ、僕の購入したねお店も下のリンクに貼ってますので、そちらの方から見ていただければいいかなと思うんですが、まずはちょっと外から見ていきましょう、外観をね。こちらのね柄っていうのがね、なんか見たことあんなと思って、なんで見たことあるんやろうなって言って思い返してみたらですよ、この夏に買ったこの靴ですよね、キャンプモック SE なんとかっていうシューズがあったんですよ。これキャンプ用のシューズなんですけどね、これも同じケルプタンなんとかっていうカラーがあるんですね、落ち葉みたいな感じのカラーがあって、これはね春夏に出たやつなんですよ。なんで春夏やのに落ち葉があるんかななんて、ちょっと秋っぽいよななんて思ってたんですけど、この時期に出てきたらめちゃくちゃいいやないかと。このカラーだけパッと見てくださいよ、もうこれ欲しいと思うようなカラーリングしてるじゃないですか。ちょっとガッと近くて見ていきましょうか。皆さんいかがですか。まあこんな感じでねアップにしていきましょう。生地感とかは特に日本のヌプシと違いはないかな。ちょっと並べてみようか。日本のヌプシの生地感はナイロンっぽい感じで、こっちも同じくナイロンっぽい感じだから、まあそんなに違いっていうのはないですね。ちょっとねこれ日本のヌプシのやつは去年も来たからちょっと汚れてるから色違うように見えるんですけど、肉眼で見たらほぼほぼ同じような感じですね。ちょっと日本のやつの方がマット感が強いかな。アメリカのやつの方がちょっとシャカシャカっぽい感じになってるけど、まあそれぐらいですかね。特にロゴの大きさとかも変わらへんし、同じようなロゴの大きさしてるし、使用されてるジップなんかも YKK のモデルなので一緒ですね。あ、一緒ですね。日本規格のやつとね、これ YKK ってここに入ってるけどちょっと見えにくいな。はい、こんな感じで一緒ですわ。そしてポケットがありますね。ポケットが両サイドにあって、これもジップタイプで、もうこれもほぼほぼ一緒やな。うん、中がナイロンになっててね。はいはいはい、それが両サイドありますね。逆サイドも同じくジップがあって、まあ中にこんな感じですね。あ、ここにノースエースってあんのって、これ海外ならではなんかな。まあこんな別にあってもなくてもどっちでもいいけども、これは日本にはなかったな。それとね、日本にはなかったんですけど、ポケットのね裏地がね、日本の場合はね手の甲に当たる部分がピンタバヘンな、このフリースの素材使われてるんですよ。でこの手のひらの方はまあナイロンやねんけども、手の甲の方がフリース使われてるのに対して、こっちはね両方ともナイロンですわ。まあこれは日本細やかな違いなんかな。アメリカはこういうの大雑把に行こうぜなんて言ったりしてるかもしれないけど、これねパッて見るじゃないですか、これ東京ディズニーランドみたいな仕掛けがあるんですよ。え、何のことっていうと、これ隠れノースフェイスがおるんですね。ここのノースフェイスちゃいますよ。どこなんかなと思ってチーッと見るじゃないですか。もう見つけたかって言ってるでしょ。見つけましたね。どこに見つけたかって言うと、もうちょっと近寄ってきましょうか。どこにあるか分かります？見えてきました？
見えてきましたね。そう、ここですということで、ここにノースフェイス、隠れノースフェイスが入ってるんですね。これはプリントやから個体差あるかもしれません。ジャケットによったら違うところについてるかもしれんし、そもそもないかもしれんけど、まあこんな感じですわ。で、海外ノースといえばもうこれですよね。700って書いてるんですね。これがいかにも、あ、ここにもノースフェイスあった。なんか隠れノースフェイスちゃうんかいな。まあ分からんけど、この700って書いてるのがね、これが1996モデルですね。 US 規格のノースフェイスはこれ700ってあるんですよ。長袖のタイプやったらね、袖とかにあったと思うけど、まあ長袖もね、またおいおい買うんで、ね、楽しみにしておいてもらったらいいと思うんですけど、700で言えばあれですよね。ちょうどこの僕のチャンネル見てくれてる方はね、もう分かると思うんですけど、ちょうどそうですね、これが700番目に作られたジャケットですよね、なんていう嘘の情報流したらあかんのですけど、まあ700って書いてますわ。ホイール持って後ろを見ていくと、まあ後ろも特に何ってないかな。うん、特にないですね。はい、外観以上です。はい、ということでね、次はね、サイズ感とか見ていこうかなと思います。あ、すみません、裏返したままにしてましたね。サイズ感見ていきたいなと思うんですけども、やっぱりアメリカ規格のってね、ちょっとどっちかっていうとボックスタイプのシルエットになってて、こう細い感じなのでちょっとゆったりしてるんですよね。で、対して日本のヌプシの方に関してはちょっと細身やからね、僕普段ね L サイズ着用してるんですけど、これに関してはヌプシの日本規格は XL で全然着用しても問題ない感じなんですよ。やけどこれはね、ちょっと大きかった。L で購入したんですよ。に海外規格やから XL、日本の XL とアメリカの L やったら同じぐらいかなと思って買ったんやけども、ちょっとでかかったですね。あ、でかいなっていう感じで、もう早速ちょっと着ていきましょうか。まあ特に開けたところもね、変わりはないですわ。で、中に使ってる綿もね、同じ700フィルパーやから、これ700着目ちゃいますよ。700フィルパワーっていうね、中の綿のその強さなんですけど、なんかいやらしいでしょかやんと。まあその数値なんですけどね、こういう感じですわ。だいぶでかいね。今ね、ロンティー着てるから、ほら、でかくてちゃんちゃんこみたいになってるでしょ。うわ、結構でかいな。すいません、ジップの仕様若干違いました。後でそれちょっとお見せします。まあ今見てもらってるのかな、わからんけども、ジップの仕様がね、なんかこれ、この後ろに回る意味あるんかなと思うんやけども、なんかこうね、ちょっと変わったシップの仕様になってました。でかいな。どうです、僕178の65なんですけどね、 L サイズやったらちょっとでかいって感じですよね。まあ、ゆったり着たいんやったらええかもしれんけど、こういうボックスタイプのシルエット僕あんま似合わんからね。ほんまになんか還暦スタイルみたいになってるでしょ。柄とかね、色はねめちゃくちゃええんやけども、ちょっとここまでダウンベストで大きいとね、この脇のとこからだいぶ熱逃げてくるし、ここをガバガバやから、僕やったら本来多分 M ぐらいちゃいますかね。これもしねサイズ交換できるんやったらした方がいいぐらいの感じですよね。だから普段のサイズが L サイズの方やったら、やっぱ L 買っちゃうとでかいと思うんでね、普段のサイズが L サイズ着てるの僕普段よく着てますよっていう方は M にした方がいいやろうし、普段 M サイズの日本規格のもの着てますよって、ユニクロとかも M やし、ノースフェイスの日本も M やしっていう方は S まで下げるぐらいがねちょうどいいと思います。同じぐらいで買っちゃうとねだいぶでかいからね、こうもうガーバガーバになっちゃってるねいう感じなんですけど、まあこれがねサイズ感になっておりました。ではね、じゃあ次デメリットいこうかなと思います。で、デメリットがまさにこれ僕が今まさにそうなんですけど、何かっていうと、クオリティの問題はね全くない。クオリティはめちゃくちゃちゃんとしてるし、700フィルパワーなんかめちゃくちゃ高品質の中に綿入っててあったかいのはええんですし、運転も車の運転もしやすいからねいいよっていうのは普段から言ってるんですけども、いかんせんやっぱサイズが分からへん。だって店頭に並んでないんだもんということでね、並んでねこう着用したらね、あ、こんなもん L なんか大きいわすぐ分かるけども、やっぱポチってね実際届かんと分からへんからね、ここはちょっとサイズ感ぐらいが唯一のデメリットかなと思います。それ以外はね、ほとんどナイロンの素材とかもまあまあそんな変わらへんし、中の綿もちゃんと A 綿使ってるから、日本のモデルよりちょっと高いかな。なんか数千ぐらい多分高いと思うんですけど、まあその辺ぐらいですかね。物としてのデメリットはもう全然ないんですけど、価格がちょっと高くなるっていうのと、あとそれ以外にやったらサイズ感がもう全然つかめないっていうことなんで、まあワンサイズ下ぐらいがちょうどいいと思います。なるほど。全然ね、これもうブカブカなってるから似合ってないから、ちょっとどうかなと思います。色味はね、めちゃくちゃ良かったんですけど、はい。というのがまあデメリットになってて、次はじゃあおすすめの人、どんな人におすすめというと、まあ僕とかやったら結構なんていうんですかね、体の形的にこうスタイリッシュというかちょっと細めの方がね体型似合いやすいってあったりするんですけど、まあ人によったらちょっとアメカジっぽいゆったりする着方がお好きな方とか、そういう洋服をいっぱい持ってはる方とかやったら、むしろこれの出番やと思うんですよね。やっぱ来ましたと、ボックス型のタイプってパーカーとか、あとそれ以外にはこうミリタリーとかね、お好きな方なんかにやったらぴったり合うんやろうなと思うけど、このノースフェイスをスタイリッシュに着たいとか、細く着こなしたいっていう方はね、ちょっとサイズを迷った方がいいし、サイズはね下げても元々のシルエットがこう四角のシルエットやから、あんまり思ってるほどこうタイトにはなってこないと思うんですよね。だからどっちかって言ったらこうゆったり着るとか、ちょっとオーバーめに普段から着てはる方とかっていうのがね、まあ、対象になってくるようなジャケットじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、サイズ感は今見てもらってる感じの方がサイズ感です。まあもう着せさせられてる、着こなしてる感じ全くない。自分でもねこの柄はええんやけども、サイズもちょっとこれミスってるよね。
ねということでね、まあ、もし仮にサイズ交換がねお店の方を問い合わせてみてできるってことやったらすると思いますし、できませんと言われたらですね、まあ、しゃーなくこれが L サイズですよっていう、まあ、皆さんのこう失敗の見本になるかなと思いますので、まあ、これが海外モデルの怖さというかね、まあ、海外モデルの洗礼やと思ってこちらはこの辺で終わりたいなと思います。はい、ということでですね、本日は、ヌプシジャケット海外版を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。